系列的にこっちからの方がいいかなと思って。あ、ほんと？じゃあそうしようか。タケから行こうか。みんなで話しましょう。そうだね。うん、今回は、えらいデータだね。スラムダンク。スラムダンク。スラムダンクを久しぶりに読んでみたんで。井上武彦先生だね。そうですね。うん、まあね、やっぱ面白いねって思った。本当に差別化の面白さがある、うん、うん、やっぱ面白いな。あの頃のジャンプってやっぱ面白かったのかな。ああ、これね、少年時代のジャンプね。うん、なんかえ、タキは初めてではないってこと？うん、リアルタイムでも見てたし、うん、テレビでも見てたし、うん、まあ久しぶりにちゃんと読んでみようかな。意外とでも本当にすごいよね。ジャンプであんな綺麗に終わるってすごいよね。そうだ、うん、ジャンプって綺麗に終わらない だ、ね、だってジャンプであんなに人気出たらさ、絶対もっと書いてくれとかさ、ゆり白書みたいにさ、トグロ終わったらなんか潜水出てきてさ、サドマ帰ってとかさ、ドラゴンボールフリーザーなとセル出てきて、マジング出てきてみたいな、そういう流れになると思う。ああ、ちょっとグダグダだと、そう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 、人気が出ちゃったばかりにみたいな、ね、そうそうそう、うん、基本的にでも、まあそうじゃん。ワンピースもそうですね。うん、あ、そうなんだ。まあそういうところは絶対あるんで、逆にここで終わりたいって言っても絶対終わらせてもらえないよね。そうだね、今なんか特に。そうなんだ、延長契約もしてんだ。だってドラ、うん、絶対そういうのあるよね。ドラえもんもだって6話で終わりだったらしいよ、本当は。そうなんだ。あ、6巻で終わり、6話で終わってたもん。俺6話見て泣いたもん。そうなんだ。6巻でドラえもん帰った。で、第7話帰ってきたドラえもん。そうそうそう。ウルトラマンか、みたいな。そう。あ、6巻で本当は終わりだったけど、編集者が土下座して、もう1巻お願いします。そうだね。まあそうだよね、逆にあの頃のジャンプは他にも勢いある漫画がたくさんあったから終われたのかな。どうなんだろうって深いね、それは思うけど、ね、でもすごいよね、うん、すごいと思うわ、あんな綺麗な終わり方。うん、そうだね、まあ、続き読むと思えばいかないね。あれでさ、もっとどんどん描いてってさ、なんかルカワが全日本になったりとかさ、まあみんなプロになってさ、ルカワ全日本編みたいな、そう、プロ編とかジュニアユース編とかさキャプテンつまりそういう話になってくるやん多分、うん、そうするともうさ、やっぱだんだん残念な感じになってくるやん。あ、そうだね、すごいなって思った。そうだね、ちょうどいいぐらい。コミックだと31巻かな。しかも1年間だけじゃん、うん、あれ1年間もないぐらいじゃん、話の、うん、内容は期間、うん、ない。それを30巻ぐらいでさ、結構細かく。そうだね、最後1試合をずっとやってたもんね。そう、すごいよ、うん、なんか面白いよね、やっぱ、うん、素晴らしいでしょ、この作品は。もうなんか、ね、何を言うまでもなく素晴らしいよ、ね、何を言うまでもなくね、うん、それはもうどんな人でも面白いと思うわっていう。そうだね、うん、あとやっぱああいうのが革新的だったのかね、あのリアルなスポーツ漫画っていうのが、うん、それまでは必殺技があったりとか、主人公が超人的に強かったりとか、そうだね、うん、そういうんじゃなく、そのもっと違う部分に焦点を当てた、うん、人間的なこと。そうそうそう、リアルだよね、リアル。でも面白い、本当面白いです。別にとやかく言う必要もないっていう、うん、なんで面白いのかよくわかんないけど面白い、うん、名言も多いしね。名言が多いんだよね、うん、セリフもやっぱりいいし、キャラもいいし、うん、あのツイッターでさ、このスラムダンクの名言集みたいな、なんかそういうボットがあるんだけど、なんか大体ね、どのボットもね、見てたらだんだん飽きちゃうって、俺フォロー外しちゃうんだけど、うん、スラダンのボットはもう見るたび見るたび全部リツイートしちゃうって言ったからそんだけ名言多いのはね、ないし、俺が今まで読んできた漫画の中でやっぱ一番素晴らしい漫画だと思う、うん、まあ、スポーツ漫画でって言ったらまあもちろんそうだし、それ以外のジャンルも含めて、うん、なんだろうね、この凄さはね。そうだね、何回でも読めちゃうもんね、うん、そうだね、知ってても、うん、さっき最終巻ちょっと改めて読んだんだけど、俺も泣きそうになったもんね、3回ぐらいこれだけで。そうだよね、うん、結構プロセスに焦点を当ててるのが面白いのかな、うん、結果どうのこうよりも、それはあるかも、優勝するとかさじゃなくて、そこまでに至るまでがいろいろ面白い、感動できるから、うん、何回読んでも感動するよね。なんか泣くとこだらけだ、
あとその敵味方が一応あるんだけど分かれてないよね全く、うん、その負けた方は負けた方の心情だりさ描写っていうのもしっかりしてるし、でもそれがなんだろう、だらだら長く書いてないっていうか、うん、さっぱりと綺麗に描かれてるからすごいシンプルに見えるし、みんな出てくるキャラ、ね、憎めないキャラばっかでっていうか、そうだね、嫌なキャラいないじゃん、もともとなんか不良みたいなやつやってたけど実はいいやつでみたいなので、うん、あるしなりますよ。俺は三井だね、完全に三井は多い、やっぱり俺結構もうこれ悪い癖でさ、そういうまあ飲み会だとかいろいろやったりするとさ、うん、聞くんだって、うん、大体女の子は三井だね。ああ、うん、そうなんだ。三井か、まあ桜木。ああ、うん、意外とルカはいないんだね。意外といないんだよね。言いにくいかな、王道すぎて。うん、かもしれん。まあルカが一番好きって言った女の子は確かにあんまり評価は高くならないかなと思う。そうね、まあ確かにね、うん、ああいうのがいいんだって。かっこいい。あ、そうみたいな。スマップ誰が好きみたいな、キムタクみたいな。そういう。宮城がいいって言ったらあっちびでもいいんだみたいな高評価になるかもしれんけどね、うん、誰がいい？俺はね、湘北だったらメガネくんですよ。メガネかけてるから自分これ、これあんまかけてないじゃんああいう影で頑張ってる方がいいよね、うん、メガネくんの回があるじゃん、なんかあったかもしれない、試合出るやつ。そうそう、両南戦かな、最後にスリーポイント決める試合があるでしょ、あの時が一番感動するから、そう、ああいうなんか言ったらサブキャラみたいなのもさ、しっかり見せ場を作ってくれるじゃん、うん、監督がね、あなたと思ってた桜木と小暮くんが、そう、最後決めるっていうね、うん、小暮くんかな、控えもしっかり書いてるよね。そうだね、うん、うん、確かに無駄に余計なキャラはあんま出てこない、うん、うん、あとあの、うん、なんだかな何子山王か、山王のさ、うん、何だったかな、エースじゃないなんて、エースじゃないけどうまいやつが俺、松本だったかな、なんとかピョンってやつ、違う、あのね、控え、サバ北のテンポールみたいな、サバ北の控えがいいなんて、うん、何だか忘れたけど出てるかな、最後は出てこんかも、30分ぐらいで、何子君だったかな、まあ津田君じゃないな、あの子何子君だったかな、こいつは沢北がいなかったらどこ行ってもエースなんだけどみたいな、ああいるよね、何だろうな名前忘れちゃった、こいつだね、こいつなんだっけ、あああのなんかうまいねこいつ、うまいけどこうやって名前が出てこん時点でそういうキャラなんだよね、こいつ何だね、6番だよ、6番、6番ね、うん、Google で検索しても山王で入れたらスラムダンクって出てくるもんね、松本だ、松本治、こいつがね好きなんだよ、なんかなんで沢北がいなかったらどこ行ってもエースっていうとこが好き、うん、そのままやうまいけどその大エースに隠れてるところがいいよね、うん、層が厚いっていうのがまずそこでわかるしね、山王の、うん、なんかでもこういうキャラが好きなんだ、うん、影で頑張ってるかもしれないせっかくうまいのにめちゃめちゃうまいやつを買ってたみたいな、そういうのが好きだから、なんかどういう作品でもさ、読んでるって見てるうちにさ、なんかのキャラに思い入れが出るようにやっぱ設計されてないといけないじゃん、そういう意味ではスラムダンクって誰に感情移入してもすごくいいキャラだしね、うん、まあさっき俺が言ったことと一緒だけどだから本当にね、あらがないんだよこの漫画逆に批判しようと思っても、うーん、すごいよね。井上雄彦さんはこれが初めてだっけ？デビュー作だっけ？いや、なんか違うやつ書いてるんだって。全然違う漫画を書いてた。探偵もんだから。タケは誰が好きですか？キャラで？うん、キャラでいくと。難しいね。キャラ難しいね。難しい。いろいろいるもんね。うん、お前は全体的に結構まあ普通に、そう、あのまあ桜木とかやっぱり三井がいいかな、桜木のベタに、まあ安西先生のね、あの教え子の死んじゃった人のね、うん、と桜木とルカを重ねるあたりはね感動するよね、なんだっけ、うん、誰だったっけ、
名前なんだけど。二人もいるぞって。そう、だから俺もう準備しときたかったんだよ、こんな。今日まさかやるとは、これを。好きって言ってるくせに名前すら覚えてねえのかよって思われちゃうよ、これだと。完全にあれだな。年だよ。もうちょっと若かったら覚えてた。結構映画とかも見に行ったもんな。映画なんだよな。映画アニメ俺見てないんだよね。もう漫画が絶対的に一番だろうなってもう思ったから、読んだ時に、うん、アニメもあんま面白くなかったもん、うん、確か。やっぱ省いちゃうし、どうしても、うんうん、あとね、そう俺見て、まあ好きなんだけど仙道結構好きなんだよね。あ、俺も好きだね。仙道がいいんだよね。釣りとかね。釣りするじゃん。あ、釣り好きじゃん。あの気の抜けた感じでもむっちゃうまいみたいな。憧れるね。うん、で人がいいじゃん、まず、うん、誰に対しても優しいというかさ、うん、桜木みたいなあの調子乗ってるやつとかも面白そうなやつだなみたいなんだし、ルカみたいなエースからもライバル的存在というか、なんかすごい尊敬されて、うん、尊敬されててっていう、すごいよね。ああいう人が近くにいたらね、頼りになるかもしれないね。確かに、うん、あとやっぱそのチームプレーじゃん、まあスポーツ全般に言えることだけど、チームプレーって大事ってところがすごい分かるっていうか、読んでて。なんかやっぱ俺はもう部活とかやってたけどさ、仲いいやつばっかじゃないじゃん。だけどなんかそのスポーツを通してなんか一丸となって戦う、すげえ嫌いなやつでも最後勝つためにパスとか出し合って、あの協力し合って戦わないといけないんだって、まあ誰がどう考えても当たり前のようなことをすごいかっこよく見せてるというか、うんうん、そんなに押し付けがましくなく見せてるっていうところがすごいのかな。あと人の描き方もさ、やっぱ1巻と31巻でだいぶ変わったと思うけど、うん、そのだんだん試合やっていく経過していくごとにさ、なんか汗の表現とかがすごい増えてくるじゃん。あそこら辺もうまいよね。絵うまいよね、うんうん、まあ単純に絵うまいし、絵うまいよ。うまいね。ちゃんと人間のこのバランスが取れてるもんね、うん、リアルに、うん、この漫画みたいじゃないの、うん、絵も、まあ、最近のアニメとかだとすごい誇張したりするじゃん、目やたらでかくしたりだとかさ、そういうのもないし、あといって劇画タッチでもないし、ほんといろいろね、うん、あって面白いね。全部なんか詰まってるみたいな。そうだね。なんか桜木軍団もいい味出してるしね。そう、若干水戸くんは寂しそうだしね。桜木がバスケットになっていくのがなんか嬉しいような寂しいようなみたいな。うん、水戸もバスケしたらいいのにね。でそうだもん。だからシュート打ってたんだもんって。全然入んねえやって。ああいうキャラもまたそこで共感できる人もまた。そうだね。あれでバスケット人口も増えただろうってね、これ。まあめっちゃ増えただろうね、多分。功績はすごい、うん。うん。そうそう、俺も小学校時代にさ、3ヶ月ぐらいバスケ部に入ってたことがあって、うん、それっていうのも、小学校の時ってさ、陸上部ってあった？なかったんだけど、なかった。こう、そうで、陸上大会がある数ヶ月前とかに、各部活から運動神経のいいやつが寄せ集められて、それでちょっと事前に練習して大会出るって感じだったじゃん、うん、でそれで俺運動神経悪かったから選ばれなくって、もともとサッカー部だったんだけどで上手いやつみんな行っちゃうじゃん、そっちの練習に、うん、だから普段の練習むちゃくちゃつまらんわけ、下手なやつばっかだから、うん、まあ俺も下手なのかっていう話だけどそれでつまんないなと思った時にスラムダンクを読んですごい面白かったから、うん、バスケ部も入っちゃおうかなこの際みたいに思って、そこで入ってやってたので、一応公式戦出てさ、あのサブで、うん、でなんかボールもらったらすげえ当てられてフリースローになって、フリースロー2本打てるじゃん、で2本とも外して、でその後退部したけどねそれ下から投げなかった、下から投げなかった、一応上から投げて一応左手は添えるだけで添えて外したっていうね。なるほど。まあ、ちょうどこれで陸上大会も終わった頃でみんな戻ってきてる時だったから、うん、まあ、いい思い出でしたよ、ね、一瞬バスケ、うん、やっぱ桜木、うん、桜木みたいにうまくいかんなって、やっぱ才能がないとダメだなっていうふうに思いましたね、これは、ね、うん、
ね。桜木も下手くそだよね。下手くそだよね、基本的には。そこがすごいよね。あの、最後だってようやく普通のジャンプシュート打てるようになるっていう。まあね、そうだね。なんかまあ身体能力はすごいけど、バスケ自体はずっと下手くそだもんね。うん。それで引退されるってすごいよね。周りがめっちゃうまい。そうそう。一応恋愛も入ってるじゃん、軽く。そうだね。別にそんな詳細な描写はないけどさ。そういうのもまた、そうだね。いい味出してるというか。そうだね。うん、またベタな展開でね、その桜木が絶対的じゃないっていうのが。今までの漫画だったら多分ルカが主人公なんだろうね、きっと。うん、多分。不良だもんね、桜木多分。そうそうそう。どっちかというと桜木はなんかサブキャラみたいな感じだけど、うん、そこが主人公になるのが面白いよね。うん、まあまあまたみんな読み返してみましょうっていうやつ。うん、またちょっと読みたくなりましたね、これは。そうだね、うん、はい、じゃあこれに続いてっていうことでしょうかね、うん、リアルいきますか。はい、リアルはね、今から13年も前なんでね、早いね。13年前でまだ12巻かな、今。年に1回で出してるんだけど、初めて買ったのは、高校、12年前、高校1年生か2年生の頃ぐらいの頃かな。で、きっかけは、まあ、スラムダンク読んでて、井上雄彦をしてたっていうのと、たまたま、その頃、方針演技買ってて、方針演技、漫画買うとさ、このぐらいの、新刊情報があるじゃん、ね、うん、そこにたまたまリアルが新しく出ますよっていうのがあって、そこにちょっと車椅子バスケットのなんちゃらなんちゃらって書いてあって、もうそれを見た時点で欲しくなって、で買っちゃったっていうやつで、今となってはそのなんでそれを見てそんなに欲しくなったのか今やっと分かってきたような気がするんだけど、うん、深層心理であったのかなと思うんだけど、で、まあ毎年欠かさず買っています。今何巻まで出てるの？今12だね。この前出たのが12だと。どういう話かっていうと、まあ主人公が3人いて、野宮っていう不良で、こいつは、バスケ部、元バスケ部で高校中退したんだけど、中退した理由がナンパした女の子をバイクに乗せて事故って、その女の子が脊髄損傷かなになっちゃったという事故を起こして退学になる。でもう一人が戸川清春っていう、この人は足の骨肉腫っていう病気で、もともと 100m の選手だったんだけど、病気で足を切断して、でそこから車椅子バスケットを始めてるっていう人。もう一人は、高橋久信かな。こいつは野宮の高校の同級生で、バスケ部のキャプテンで、プライドが高くて、こう一人上がりなんだけど、盗んだ自転車で二人乗りをしてた時に、後ろから持ち主に追いかけられて、ダッシュしたら、道路に飛び出してトラックに跳ねられて脊髄損傷になったという3人の話で、一応面識はあるんだけど、3人東亜清原も高橋さ信と、うん、あの怪我する前に会ったことがあって、まあそれはもう 1,2 巻ぐらい一応会ってるんだけど、そこからは結構別々の話が続く。で戸川と野宮は一応その後も交流があって、戸川が車椅子バスケットボールのチームでいろいろと問題を起こすんだけど、まあそれでだん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 チームが分裂したり、また集まって強くなったり、で野宮もそのチームに関わって一緒にバスケやったりしながら、どん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 時が経っていくと。で高橋久信は急に事故になって、でリハビリをして、でバスケができなくなって、
でリハビリをしていく段階でまた車椅子バスケットと出会って、こっからまだ始めてないけど多分こっから車椅子バスケットを始める感じかな。でまた戸川清春と多分出会うっていう今までの伏線が今合わさって、多分どんどん物語は続いていくという話かな。リアルの面白いところはどういうところですか？リアルの面白いところは、うん、そうだね、スラムダンクもそうだけど、人間一人一人の描写が物語があって面白いところかな。いろいろドラマがあるじゃんね、うん、飲み屋もいろいろバイト落ちたりバイト落ちて悩んで、で怪我しちゃった女の子のとこ行って謝ったり、うん、でもやっぱりバスケやりたいからプロテスト受けたりとか、そういうのもあるし、戸川も戸川でいろいろ物語があって。飲み屋自体は健康なの？健康だね。あ、一人だけ健康だね。あ、そういうことか、飲み屋は健康なんだ。でもキャラがそれぞれ面白いんだよね、うんうんうん、でもちょっとスラムダンクの桜木原道が飲み屋に近いかな、うん、ちょっと。で戸川清春はルカに近いかな。で高橋しさのぶは誰だろう、いないかな、うん、でも全員個性があるし、うん、その高橋しさのぶもまた家庭の事情があって離婚してたり親が、うん、でも怪我をしたからこうも今別れてる親父とまた再会してこういろいろあったりとかね、こうなんだろうね、何が面白いかって言われると難しいけど、うん、でまあ名言も多いからね、泣けるしね、読んでて。バスケはやってるんだよね。バスケはやってる、うん、高橋尚信もリハビリでバスケに出会って、バスケに出会って始めるところだよね。始めるとこ、うん、まだ始めてない。まだ始めてない、で結構それまでの描写が長いじゃない、長い、長い。いや単純にスラムダンクみたいに、なんか大会に出てどうこうって話じゃないんだね、まだ未だに。同じ学校に通ってるわけじゃないから、もう結構3人一人一人の話がこう、一人のこの回だと飲み屋の話が多かったりっていう風だから、結構なかなか話は時間的には進んでないけど、個人個人の話を3人ずつ書いてるから。さっき障害の話の方が多いって言ってたじゃん、うん、結構深いところまで話すの？それ、そうだね、そうだね。切断の足の切断の術式っていうんだけど、ローテーションプラスティって言って、膝が、まあ、骨肉腫ってこの辺のガンだからさ、うん、膝の辺り、膝はなくなるんだけど、ここは元気だから、うん、くるぶしのところ、膝の動きを、まずね、足の動きを、まあ、膝の動きに変えると、この動きとこの動きを、うん、なんかこっちないから、これをくるっと反対に向けてここにつけると、うん、待って、これで分かるように言える？この辺ね、難しい音源で分かるように、くるぶしの動きを膝の動きに変えるってことね。そうそう、だから、うん、普通だと膝は前に伸びて後ろに曲がる、屈伸屈伸運動、でも足はこうなんていうのかな、難しいね。屈伸運動が逆じゃん、こうこうとこうこうと。うん、膝と足首は逆ってこと？膝が動く向きはかかとに向かって大きく動くけど、そうです、足首はどっちかっていうとつま先を上に上げる方の動きの方が大きいよ、うん、だからこれをこのここからこうの動きをここからこうの動きに使うと、うん、だからこの辺で切ってクンと横向け180度向けてここにくっつける。実際そんなことあるの？ある。へえ。あんまりないけどある。うん、で国内であんまり、ね、足首の関節を使えなくなった膝の関節に流用して、それを逆につけてあげることによって、そう、その足首のつま先側により多く曲がる分を
膝の屈伸運動に使えるように手術をすることがある。そう、それをローテーションプラスティ術かな、うん、っていうのもちょっと出てきたり、うん、だからちょっとできたり、あとは脊損の話がちょっと多いかな。脊髄損傷のどこのレベルで怪我したから何ができないとか、あとはあのリハビリの様子とかね、理学療法士がどういうリハビリをしているかとかも書いてあるし、だからちょっと詳しい人が読むとなるほどなと思うところもあるし、知らない人が読んでもちょっと勉強になると思う。だから結構勉強して書かないと、でも勉強しないと書けないと思う。そうだよね、なかなか漫画家としてもさ、障害の話ってアプローチしづらいというかさ、取り組みづらいの、本気じゃないと多分生半可なこと書いたら批判受けるだけでしょ。だからすごいよね、スラムダンク普通のバスケ漫画からそこに攻めていくっていう姿勢が、バスケ好きなんだなっていうのもそうだけど、すごいよね。これを書いてるのは バカモンドを書きながら書いてるから、それもまたすごいなと思って。そうだよね、その辺はすごいよね。でスラムダンクだとさ、最後桜木がさ、なんか脊椎かなんかわかんないけど背中痛めて終わるじゃん、で療養して、そういう意味じゃちょっと関わってるとこあるのかな。リアルってあるのかもね、すげえ深く突き詰めてるわけでしょ、リアルの方だと。脊椎について、そうだね、桜木が何の怪我をしたのか、分からんけど、分からんけどね、でも俺はこっちよりこっちの方が好きだな、リアルの方が好き。スラムダンクは多分ね、年齢の問題だと思う。若い頃、ちっちゃい頃読んでもこれはあんま好きじゃなかったかもしれないけど、今読むとこっちの方が好きかな。リアルの方が好きな、だからぜひ読んでほしいね、みんなに。リアル、間違いなく面白い。なんでリアルなんだろうね、なんなんだろうね、まあ、人生のリアルを描いてるんだろうね、3人のああなるほどねだと思うよ、現実という意味、現実を描いてるんだと思う、すごい現実的な話だと思う。これね、タイトルがリアルじゃなくて現実だったらまた多分読む人少なくなってそうだね手に取るあれだね、ついてそうですね、ネーミングセンスがない、そうだね、50セントもね、50銭だったら出さないね日本語訳で、MC50 銭とか言ったらちょっとダサいもんねそうだね、はい、ありがとうございます。